7ュ、セブンウィッシュは2017年のアメリカ合衆国の青春ホラー映画。監督はジョン・アール・レオネッティ、主演はジョー・イ・キングとキー・ホン・リーが務めた。7つの願いを叶える呪いのオルゴールがもたらす悲劇を描いている。日本では未体験ゾーンの映画たち2018で上映された。17歳のクレア・シャロンは母親が自殺した時の記憶に苦しめられていた。 クレアの父親ジョナさんは異常なまでの倹約家でゴミ砂取りを日課にしていた。そんなある日、ジョナさんはゴミ捨て場から中国風のオルゴールを持ち帰り、それをクレアにプレゼントした。オルゴールに刻まれた文章を解読しようとしたクレアだったが、七つの願いという文言しか判読できなかった。それを見たクレアはいじめっこのダーシーが腐ってしまえばよいのにと冗談で口に出してしまった。 その直後、ダーシーはエシセイキンマクを発症し、緊急入院することになった。同じ日、クレアの飼い犬マックスが狭い空間に挟まって死んでいるのが見つかった。マックスは生きたままネズミに食い殺されたのである。クレアはオルゴールに不思議な力が宿っているのではないかと考え始めるが、マックスの死がそれと関係しているのかについては判断できずにいた。クレアはオルゴールに、 人気者のポールが私に恋心を抱きますようにと願った。確かに願いは叶ったのだが、クレアのおじで資産家のオーガストが急死してしまった。その一方を聞くや、クレアはおじの遺産が全部私のものになりますようにと願った。直後、親戚たちはオーガストの遺産を全てクレアに渡すと申し出てきた。しかし、その代償として、 クレアが親しくしていたミセスデルカが事故で重傷を負うことになった。クレアは同級生のライアンにオルゴールに刻まれた中国語の解読を依頼した。ライアンとその親戚のジーナによると、オルゴールは代償と引き換えに7つの願いを叶える力を有しているのだという。クレアは父親のゴミ砂取り癖をやめさせてくれとオルゴールに願ったところ、 父親の性格は一気に変わった。その頃、文章の解読を進めていたジーナは、音楽が終わる時、地の代償が支払われるという文章を発見した。ジーナはライアンに、それを伝えた後に休止した。ライアンはオルゴールを処分しろとクレアに迫ったが、彼女は、その要求を拒絶した。クレアは、願いが叶っていくことに喜びを感じていたが、 徐々にその代償の重さに耐えきれなくなっていった。本作の脚本は2015年にブラックリスト入りしていた。2016年7月27日、ジョン・アール・レオネッティが本作の監督に起用されたと報じられた。8月、ジョーイ・キングの出演が決まった。11月9日、キー・ホン・リーが本作に出演するとの報道があった。2016年11月、 本作の主要撮影がカナダのトロントで始まった。2017年2月9日、本作のティーザートレーラーが公開された。3月22日には本作のファーストトレーラーが公開された。本作のセカンドトレーラーは5月22日に公開された。本作のプロモーションの一環として、ブロードグリーンピクチャーズはウェブサイトを通して寄せられた。 願いの中から7つを叶えるというキャンペーンを行った。本作は、猿の惑星、生戦期と同じ週に公開され、公開初週末に800万ドルから1000万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものであった。2017年7月14日、本作は全米2250巻で封切られ、公開初週末に546万ドルを稼ぎ出し、 週末興行収入ランキング初登場7位となった。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトの6点トマトズには79件のレビューがあり、批評家支持率は16%、平均点は10点満点で3.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は7ウィッシュ、7ウィッシュは怖くもないし、独創的でもない。しかし、 ホラー映画としての根本的な欠陥があるおかげで、同作は B 級映画の愛好家に干渉される運命にあるのかもしれないとなっている。また、メトクリティックには24件のレビューがあり、過重平均値は32、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。ありがとうございます。